私は心が癒せないベイマックスだったもっと国体選手です意外と動けるデイブだイェ <music> っていうテンションじゃ乗り切れないよねここまで来るとねでも私昔105キロだったんだよそう考えたら超軽い丸一、体脂肪はおっぱいなんだかんだ言って体脂肪減らす系飲んじゃってるから全然私の中の体脂肪はおっぱいだけでできてると思うから全然大丈夫丸二。 食べ物の恨みは恐ろしい。私が買ったプリンさ、どこやった。食べた食べてないよね。あ、食べたんだ。あ、全然、うん、全然、全然いいよ。五百二十五円は高いかなって思ったけど、楽しみしてたなんて思ってないから、全然大丈夫だよ。気にしないで、大丈夫だから。丸三。自虐に走る傾向にある。えー、でも、全然いけると思いますよ。この服とか超いいと思いますし。すごく暖かくて。この季節着やすいですよ。あ、でも、私、ほら、ミートテック着てるから。 大丈夫です、全然。すいません。ありがとうございます。丸 ④ カロリーゼロは味方だと思う。あ、これ大丈夫、大丈夫。これゼロだから。てか、後にも先にもゼロカロリーだから、全然大丈夫。オールオッケー。全然食える。丸 ⑤ トクホも味方だと思う。これデブ会の常識。トクホ。これ絶対トクホ知っとくべきよ。トクホ知らないと損するよ。本当に丸 ⑥ 代謝がが悪いいので汗が出ないめっちゃしたねめっちゃ疲れたでも汗全然出ない丸7大きいサイズが1 0 5キロあったわけじゃないですかで私デブなんだって感じた瞬間島村の大きいサイズの 4L が入らなくなった時。丸8 痩せたら絶対可愛いよサギ。で重圧なのが痩せたら絶対可愛くなるよっていう言葉に対してどうする痩せたら顔とかさここの肉とかなくなるやん。そしたらしゃくれたでどうする顎出てきたらどうするとか思いながら聞いてます。丸九二三キロの変動は日常茶飯事。絶対体重減ったわ。しゃれ点五減った。ほら減った。ほら見てみ。ほら見てみ。やっぱすげえな減るよな。 キロも増えてんのえ、なんも食べてない,なん,で怖いなんで怖いなんで怖い 10. 座るとはみ肉が出て気まずい電車の席に座るときお尻の肉がはみ出ることがあります、うん、そんなとき、席で促されますそしてずっと見られた挙句次の駅でやっとい手がごとく移動されるこの虚しさ いかがでしたでしょうか今回はレブあるあるをお送りしました。チャンネル登録、過去の動画もよろしくお願いします。